NTT 西日本東0日、シビルは、広島県広島市中区西東0日市町にある NTT 西日本の建築物。現存する被爆建物及び低新建築の一つ、広瀬橋東沈めにある、二つの棟からなり、あいおい通りに面した一棟が現存する被爆建物で、設計は山田守る、鉄筋コンクリート構造三階建て。 アイオイ通りを挟んで南側に広島市により原爆被災説明板が設置されている。北側の二棟には電話交換機が収容されている。また、NTT 西日本の関連企業の支店や NTT 西日本中国の部署が入っている。一棟一階には以前、広島西営業所として使用されていたが、2001年以降の経営不振による NTT 西日本再編に、 伴い閉鎖されている。太平洋戦争時期の部屋割り被爆建物である一棟は1937年、春行。1939年、市内初の自動交換局、広島中央電話局西文局として開局した。太平洋戦争頃には、ここと袋町の中央局の他に、三崎本町の電気試験所広島出張所に、西文局横川住局。 福屋百貨店地下に電話処置局が設置されていた。戦争末期には防空警報伝達機関として重要な位置を占めていた。投下規制により窓には暗幕が張られ、機器が置かれた重要な部分には防爆壁や厚板による扉を設置、周囲約30メートルは火災防止のため建物疎開された。電話局自体は疎開や男子職員の応場により職員は 減っておりその足りない部分を女子低身体あるいは動員学徒で補っていた。この西分室における職員構成は局課長、主事一人、女性、半人間4人、コイン一人、低身体一人、学徒57人で男性の割合は1.5%にまで減少している。低身体は職員と同等の権限が与えられ、動員学徒は 新徳高等学校から派遣され、日給50銭を支給していた。1945年8月6日、深夜に空襲警報があったものの早朝解除され、職員は普通に通勤した。出勤状況は、養成教官3人、事務員1人、定身隊1人、学徒22人、合計27人。被爆直前である8時15分には、 教官や事務員は出勤仕事の準備に入っていたが、授業が8時半からであるため学徒は半分程度しか来ていなかった。8時15分、広島市への原子爆弾投下により、被爆、爆心地から約 1.08km に位置した。窓は対空爆補強していたが、2階は窓枠もろとも吹き飛ばされ補強壁は破損、3階はちょうど1、4ほど開けており、 吹き飛ばされ室内の補強壁も破壊された。事務机の一つが真っ二つに割れた。建物自体も火災が上がらず無事で、3階の事務室と養成室に負傷者が集中し、女性3人が死亡、危機器の大半が破損していた。中央局、横川住局は壊滅的な打撃を受けたため、同月8日からここに措置局が置かれ電話局の拠点となり、 12日中央局が復旧したため移された。同月15日終戦日には中央局で電話の交換業務を再開した。西局自体は設備端子の半数が再利用できると判明したため、翌1946年1月から回収を行い同年8月には完全再開した。その後北に二棟が竣工し交換機はそちらへ移り、 1981年一棟は事務所棟として全面改装され現在の外観となった。その後営業所は閉鎖された。ありがとうございます。